こんにちはえー、っとね今日も、えー、結婚相談所の、まあ、無料のセミナーに行ってきたんで、まあ、その話をしようと思いますえっと、まあ、前回はつばいっていう結婚相談所に行ったんだけど、まあ、その時の様子は概要欄に貼っておくので、まあ、見ておいてくださいで今回行った結婚相談所は、えっと、ゼクシーのやってる結婚相談所に行きました えっとまあ、ゼクシーって、えーまあ、女性雑誌のゼクシーっすよねあれがやってる結婚相談所ですねでちょっとねまず初めにあの、まあ、料金のことを話そうと思いますねえっと、まあ、料金なんだけどまあ結構単純でえっとね料金はえ料金じゃないえっと会員プランっていうのは3種類。 でそれが、えー、シンプルスタンダードプレミアムの3つねでえー、っとねそれぞれうんまあ特徴を話していくんだけどまずね、えーまあ、入会金ねうんえー、っとね入会金はなんとえー、っとこの3つのプランね一律3万3000円だっためっちゃ安いっすよね この前のさ、この前行ってきた、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、つばいか。つばいだと20万ぐらい取られるからさ。えっと、まあ、もちろん、あの、まあ、高いだけあって、サポートとかはねあの、手厚いんだけどね。まあ、このつばいのやつは、つばいじゃない。えっと、このゼクシーのやつは、入会金は3万3000円でございましたね。うん。で、えー、じゃあ、それぞれ、まあ、どんな、 それぞれの金額とそれぞれのプランどういうのができるのかっていうと、えー、まずねシンプルプランは、まあ、毎月かかるお金っていうのは、えー、9900円だった、うん、だから、えーとまあ、男性だとアプリ2つ分みたいな感じだよねで、えーとまあ、シンプルプランですねこれ最初のやつ でこれ何ができるのかっていうと,、えーとね、基本的にゼクシーの出会いっていうのは、えー、アプリを使って出会うっていうのがね出会うっていうのが、えー、基本だから、まあ、入会します月会費払いますそしたらその自分専用の、まあ、アプリができるからそこで、ねまあ、普通のマッチングアプリみたいに いいねえダメみたいなのをしてくっていうパターンだねでえー、っとねこれ無限にいいねできるわけじゃなくて1ヶ月えっと20人までのまあ、いいねができるっていう感じだねなんかどうやらそのだダメっていうのかないいねじゃない方は無限にできるらしいんだけどいいねできる数は20人までっていう感じだったね で、えっと、もうこれこれだけ最初のシンプルプランっていうのはまあほんとシンプルだよね、えー、だからさもう完全にマッチングアプリと同じ感じだよね月会費払ってマッチングアプリをするっていう感じねでえー、っとねただうーんまあその違いじゃあ普通のアプリと同じなんていう話になっちゃうんだけどじゃあゼクシーだと何が違うんかっていうと やっぱり結婚相談所だから結婚に前向きな人が揃ってるんだよね。で、えー、ちゃんと、まあ、身辺調査とか本当にこの人って存在してるのかっていう、えー、身元がしっかりしてるマッチングアプリみたいなイメージだったね。でこのシンプルプランに関してはえっとまああんまりその手厚いサポートみたいなのはね、えっと、これはない。 だから本当に、えっと、自分一人でできる人向けだよね。うん、で、次。えー、スタンダードプラン。真ん中のプランね。これは、えっと、入会金は同じで3万3000円で、月会費が1万7600円。まあ、2倍ぐらいになるっていう感じだよね。うん,んで、えー、っと、まあ、これも、 うんまあ、内容的にはやっぱりアプリなんだよね。アプリなんだけど、えー、これも、えー、自分でその「いいね」できる数っていうのは、えっと、20人なんだよね。でそれプラス、えー、なんていうんだろうなその専属の、えっと、スタッフが結婚相談所側からそのプロのコーディネーターがついて。 その人からこの人いいですよっていうリストも送られてくるんだよね。でその人にも「いいね」っていうのができてそれは月に6人できるんだってだから自分の感覚でできる「いいね」以外にもその専門のスタッフが、えー、とあなたにはこの人合いますよっていう紹介してくれるリストの中から「いいね」もできる。うん、でそれプラス えと3ヶ月に1回、えーまあ、フォローがフォロー,、まあ、フォロー面談みたいなのをしてくれるみたいで,でこのフォロー面談の時には何をしてくれるのかっていうと,、えーとまあ、デートするじゃないですか出会って女の子と。でその時の、えー、と反省点あるいは良かった点っていうのを僕らにフィードバックしてくれるんだってさ。 だから振り返り返がそこでできるんだってうんまあ今までその女性と全然デートしたことないとかあるいは本当付き合ったことないですみたいなさ人ってさそのデートのお作法とかってわからないじゃないですかそうだなまあほんとおごりおごられる音声になっちゃうけどさえーまあ、例えばどのタイミングでさ、まあ、俺が払うっていうのを言ったりあとはさえっと約束の取り方とか。 こういうふういいいふに誘えばいいよとかさあとは売買の仕方とか会話のそのつなげ方みたいなそういうなんかフォローっていうのを3か月に1回してくれるから、まあ、恋愛初心者でもすごくおすすめだよっていうプランみたいだね。んで次ね、えー、最後のプランがププレミアプラン、うん、これは入会金3万3,000変わらないんだけど、えっと、月会費が高くなって。 えー 25, 円ねうん、まあアプリアプリ5個分ぐらいマッチングアプリ56個分の結果費っていう感じだねうんでねこれもねえー、っとまあいいねできる数っていうのは変わらない20人ねいいねできる数っていうのは20人でさらに1,000人、えー、のスタッフから紹介され,されるやつそれ それのいいねつける数も6人だから、まあ、スタンダードとあんま変わんないんだよね。うん、で、えー、ただちょっとアップグレードスタンダードからアップグレードしたこともあってそれが何かっていうと、えっと、フォローの面談が、まあ、2ヶ月に1回になったっていう感じだね。うん、でそれプラスどうやらねあのファーストコンタクト成立保証っていうのがあって。 そのまあ、まあデートに行けますよみたいなのが保証されてるらしいんだよね。で、えー、とただ、えーとね、これね、まあ、完全保証っていう風になってるわけではなくて、まあ、このさ「ファーストコンタクト成立保証って書かれたらさ、えー、ともう完全にさ、えー、と俺がいいなって思った子にあじゃあ、えー ファーストコンタクト成立保証しててくださいって言ったらあいいっっ言たらですよじゃあデートですっていうふうなさ感じかと思うじゃない。と実はそうじゃなくてえっと100%会えるわけではないけどでも専門のスタッフが会えるようにそのお相手の方に強く打診しますよっていうふうな、えー、雰囲気感なんだってなってさだから100%会えるっていうわけではないんだけど。 ただ、えー、専門のスタッフがすごく強く「この人はこういうところがいいすごくいいんでぜひ会ってみてください」っていう風な話をしてなんとか合わせるように持って,いくんだってさまあだからね専門のスタッフがそんだけ強めに押してくれるんだったらまあ会えるでしょうみたいな感じなんでファーストコンタクト成立保障っていう風なに目,目打ってるらしいよ。こんな感じだね。でえー、っとね まあ、こんな感じだからま,あまとめると、えー、このゼクシーのアプリっていうのは3つプランがあってシンプルスタンダードプレミアムで、まあ、入会金はどれも3,300円で、まあ、結構安くてで月会費もまあそんなかからないものが多いよっていう話ね。でそれぞれその向いてる人はどんなのかみたいなんだけどなんかねやっぱシンプルはさ もうさっき言った通りただのマッチングアップ、うん、えっ、ー、となんだっけ治安がいいマッチングアプリみたいな出会いに積極的な人のマッチングアプリみたいな感じだからこれはもう結構できますよっていう人向けすごく自分でうまくいったことあるっていう人向けのプランだと思う次、えー、スタンダードねうんこのスタンダードプランはえっ、ー、とー 自分一人一人だとちょっとうまくいかないから、えっと、誰かに手伝ってほしいっていうことだったり自分,の自分の好きなタイプがわからないからプロの人にこういう人こういういい人がいますよっていうのを教えてもらってそこで「いいね」をつけに行くっていうことができるからだから何て言うんだろうなそんなに経験はないけど。 まあ、経験あれだよねもう経験ないから、えっと、ちょっと手伝ってほしいなっていう人向け、うん、だね、うん、で次がまあプレミアムプランこれはねなんかねどういうやつなのかっていうとどうやらねその結構40代50代の男性が使うタイプらしいね、うん、っ,てっていうふうにその話聞いて話言ってくれた あの担当の方は言ってただからその30代の人、まあ、30代の前半あるいは中盤でかつ、えっとまあ、女性と話せますとか付き合ったこともありますっていうような人はプレミアムプランはしない方がいいって言ってたプレミアムプランに登録してほしい人っていうのはもう40代50代で今まで本当に恋愛経験は少ないです。 であとやっぱり容姿的その見た目的にもそんなに良くないから、えー、ファーストコンタクト成立補助っていうのを使ってえっとなんとか出会っていきたいっていう人が使うプランだったみたいなねこんな感じうんでねえー、っとねまああとはその IBJ に加入してるかどうかなんだけど まあちょっと見て IBJ 知らない人向けに言うと、えっと、IBJ って何かっていうとごめん俺も聞きかじりの知識だからそんなに偉そうなこと言えないし、まあ、本当のことっていうのはネットで調べてもらえればと思うんだけど、まあ、俺の理解としては、まあ、IBJ っていうあの組織があるのさでその組織って何かっていうと結婚日本中の結婚相談所を占めてる組織なんだってでそれに加入してると、えー、今俺がやってるのってゼクシーじゃない であ違うえっ、ー、とまあゼクシーじゃないでゼクシーが IBJ に加入してたとしたらゼクシーの会員だけじゃなくてえー、IBJ の会員も紹介できたりするんだってさじゃアプリで例えるか例えばアプリで例えるとタップルタップルで出会える人っていうのはタップル限定じゃないですかタップルにいる人としかマッチできないじゃないですかでもそのマッチングアプリを占める マッチングアプリをさ何その支配下に持つめっちゃ大きなさ何がしかがあった時タップルをやると、まあ、Tinder の人もいるえペアーズの人もいるお見合いの人もいるウィズの人もいるみたいな感じで1個登録するだけで全部を全部の人とマッチできるみたいなそういうのもあるんだってただねなんかえっ、ー、とゼクシーはどうやらね i p j にはね加入してないっぽいうん加入してないからちょっと少ない まあ少ないというかそのゼクシーの人と、えー、マッチする確率が多いただ、えっと、IBJ には加入してないんだけどそのゼクシー傘下の会社っていうのもあるみたいなんだよね、えっと、だからゼクシー以外にもそのゼクシーに加入してるその結婚相談所の会社みたいなのもあるからそこからの会員もいるらしいよねだから えっと、めっちゃ大規模にいるっていうわけじゃないけどある程度そのゼクシーって大きな会社じゃないですかだからそ,のそこを傘下に持つ結婚相談所みたいなところの人も紹介できるらしいねただこの前ちょっと話したえっ、ー、とつばいみたいなめちゃめちゃ大きなサイトに比べるとちょっと規模は少なくなるかなみたいなねイメージだったねうんでねあとは そうそうえっとねいろいろデータ載せててくれてて、まあ、男女比ねゼクシーに加入しているその男女比なんだけどえっとねやっぱね、えっとえっと、半々、えっと、五分五分だったね。で、えっと、まあ男女の,その分布っていうのかなどんくらいの人が何歳の人が登録してるのかっていうとえっとね男だと,、えっと一番多いのは、えっと、30代。 30歳から40歳以下の人が一番多くてで、えっと、女性で一番多い割合だと31歳から35歳が一番多かったねだからえっとまあ本当に30代の男女が出会いを求めていく場っていう感じになってくるね、まあ、そもそもね、えっと、ゼクシーだってそうだよね多分狙ってる年齢層的にはね多分20代後半の女性から 30代の女性っていうのをターゲットにしてそういう結婚の情報とかさこういうね結婚式いいんじゃないですかっていうのを話してるわけだからねだからゼクシーもあのゼクシーのアプリもそれゼクシーの結婚相談所もそれと同じでやっぱりメインのターゲット層っていうのは30代っていうことらしいねうんであとはねそうそうあとは えっと、まあ付き合うまでの流れっていうかその大会するまでの流れマッチして大会するまでの流れなんだけどもうこれ本当に単純だよえっとまあいいねするマッチするデートするでデートするじゃないですかでデートして、えっと、気になる人がいたら、えっと、トライアル期間っていうのに入れるんだってだ例えば俺がえっと由香ちゃんっていう子と一回デートして でそのゆかちゃんがすごい気に入ったなってなったら、えー、そ,のその会社を通じてそのトライアル期間に入りたいですみたいな申し出をするんだってさそして、えー、とゆかちゃんも「あじゃあいいですねトライアル期間に入りましょうか」ってなったらそしたらお互いトライアル期間になるんだってうん遊びに行く気に入ったらトライアル期間に入るでトライアル期間に入ってる時っていうのは えと他の人との他の人は紹介してもらえないし他の人と遊びに行くのも禁止でそのトライアル期間が終わったらえっ、ー、とねなんだっけ、えー、なんかフォーカス期間っていうのがあって、えー、とまあ本当真剣交際期間みたいな感じだよねでこのフォーカス期間っていうのに入ってで、えー、とそのフォーカス期間でもあ本当にいいなっていう人だったらみんなで みんなというかまあ2人とも大会みたいな感じなんだってさ、まあ、だから一回遊び行って気に入ったらちょっと仮仮仮交際みたいになってでその後本交際になってえじゃあ本当にいいですって感じ,な感じになったら2人で大会するっていうことだったねでなんかねちょっと注意点として言われたんだけどその遊びに行ってる状態えっ、ー、と一番一番最初の 遊びに行ってる状態ね初めて会いましたとかその時っていうのは個人の LINE は個人の連絡先っていうのは聞くのは禁止だってさうん基本的にはえっ、ー、とすべてゼクシーのアプ,リアプリを使ってメッセージのやり取りはしてくださいっていう風に言われたあとはその親権交際で、えー、とお互い、えー、大会するまではうんまあ宿泊とか あとはそのなんだろうねえっと触れ合ったりみたいな触れ合ったりっていうのは禁止でもうピュアなお付き合いをしてくださいみたいなことは言われたねうんでもうね本当こんな感じだったうん本当にすごいシンプルだったもう説明するのはねこれで終わりっていう感じだったねうんあとね成婚料はかかんない成婚料0円ね で、ちょっと全体の感想なんだけどえー、っとねうんもう一番のね特徴何かっていうともう料金が安いっていうことだったよねこれはねマジで言えると思うえっと俺が1個前に行ったそのつばいっていうところなんだけどつばいはえっとなんだっけ入会するのに何だっけ20万20万30万かかってっていう感じだったんだよねうん でも、まあ、そうするとさもうトータルで食費用みたいなのでそのツバイの場合だと多分340万必要だったと思うんだよね <laughs> ただ、えっと、ゼクシーの場合だと入会金3万3千だからさまあちょっとお試しでやってみようかなっていうのではできるじゃない、うん、でしかも月会費も結構安いでさらに成婚料っていうのは、えーまあ、0円だからね だから本当最初に出す3万3000円が一番高い料金っていう感じだったね。でもとにかく安い。うん。ただ、えっと、その分、えー、フォローっていうのはかなり少ないなっていう印象は感じたね。えっと、基本的には全部自分で進めていくっていう方向で、うん。まあ、その、専任のね、その担当の方から、 ものすごいあの猛烈なプッシュをその女性にしてで俺に女の子を紹介してくれるかっていうと、えっと、ちょっとねそうではねなさそうだったやっぱりあくまでもその主体としては自分で行って自分でいろいろ頑張って行って、えー、誘って遊び行くっていう手順を、えっと、必ず踏まないといけないなっていうことだったね、うん、やっぱねえっとまあゼクシーのアプリは 安いけど安い安いからうんとね結構自分でできる人向けのアプリだと思いましたね。うん、自分でマッチングアプリの経験があって付き合った経験もあってある程度その女性に女性、まあ、マナーっていうかデリカシーとかもあって、えー、っていう人向けではあったね。だからその本当にその今まで もう女性ととと付き合ったことないですとか最後彼女いたの20年前ですとかね普段女性と話す機会全くありませんとかっていう人だと結構難しいのかなとはね感じたねだからその今マッチングアプリをこうやって,やっていてこのまあ会えないであったりあとは本当ドタキャンされるだってねま,あまさに俺なんだけど。 会えないとかドタキャンされるとかあとはそのアプリをやってるテンションが合わない俺は結婚したいけど相手は彼女を見い別の方法、えー、別の女の子側は彼氏が欲しいとかねでテンション合ってないじゃないですかで、えー、とそういう人たち向けだった、うん、やっぱり、えー、と真剣に出会い真剣な出会いを求めてるっていう人が、えー、全員だしあとは身元がちゃんとしてるから本当にドタキャンは。 えっと、ないでさらに何、えー、だろうなそのこういう人があなたに向いてるんじゃないかなみたいなそういうフォロー、えっと、紹介っていうのも一応あるだから今のアプリにちょっと疲れたなっていう人は、えー、結構向いてるんじゃないのかなと思いますねだって何よりもね、あのー、安いと結構気軽に始められるじゃないですかしかも成婚料も0円だからね だからねなんかこれは結構ね良かったっすね聞きに行って本当に良かったと思ううんえー、っとねまあ、ただちょっと気になったのがそのどんな女性がいるかっていうのは見せてもらえなかったんだよねサンプル画面みたいなのはだからその一体どういう女性がねあの在籍してるのかっていうのが分かんなかったから、まあ、ちょっとねあのそれが気になったぐらいだったかなもうその他はあの全然 いいいななみたた感じでしたねやっぱり同年代の俺って今30代なんだけど30代の男女が一番多いっていうのが結構魅力的に映ったしそのねいつも使ってるアプリみたいに出会いをつなげられるっていうのが良かったかなとは思いましたね。まあこんな感じだったんでまあゼクシーのね結婚相談所の話は一旦こんな感じでございました。 でとりあえず、えっと、今回で、えっと、行った結婚相談所っていうのは、まあ、ツバイとあとゼクシーか1つあそうツバイとゼクシーだから、まあ、2つ回れたから、えっとまあ、なんとなく結婚相談所はこういうところが多いんだっていうのも分かって、まあ、あとね何個か回ってみてで自分に合うんだなっていうのがあったら入ろうかなと思います、ね、とりあえず今の俺の中では結構ゼクシーがね今一番上にねあるっていう感じでございますね ということで、あの皆さんもね、もしあの結婚相談所を考えてる方いたら、まあ、まずは無料カウンセリングみたいなのもね、行ってみるといいかもしれないですね。やっぱりあのネットのホームページにある情報ってさ、見てもよくわかんないしね、やっぱりあの実際話話聞きに行ってみるっていうのがいいかもしれないですね。ということで、今日はありがとうございました。バイバイ。